はい、皆さん、こんにちは。吉田のりまさです。いつも YouTube、Facebook、アメブロなど見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介するのはこちらでございます。ババン。セブン&アイ、セブンイレブンさんのですね、いちごクリーム大福です。135円、よーれーぞーでございます。まあ、とりあえず上げてみましょうか。はい。柔らかいことがですね、逆に裏付けされているように、この、プラスチックのですね、箱に包まれています。相当柔らかい、と思います。まあ普通ですね、普通の大福の柔らかさですね。さあ、こちらの中身ですね、いちご餅、そしていちごクリームが中に入ってるってことですね。側プラス、まあちょっとこのイラストでいうところのこの濃いですね、赤い部分ですねでございます。この二重三重層がですね、どんな味に変わってるのかと、醸し出すのかということが見ものでございますけど、いただきます。うん。あ、なんかね、あ、こんなに、イラスト通りにですね、赤く濃いものでは全然ないんですけど、まあね、なんかね、ゼリーみたいな感じですかね。結構うまいですね。いちごクリーム、まあ、いちごクリームなんだね、これ実はっていうぐらい普通にクリームですね。あとは好みですね。はい。まあ、美味しいございました。いちごの季節でございます。135円です。ございますね。はい。もうちょっと安いとありがたいんですけども、いかがでございましょうか。はい、ありがとうございました。今日ご紹介いたしましたのは、チルド商品ですね。冷蔵の商品でございますね。セブンイレブンさんの。はい、セブン&アイ、いちごクリーム大福でございました。ありがとうございました。